様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今演奏した曲、何の曲か分かりますか？そうですそうです、オースザンナです。でもなんかいつも聴いてるオースザンナとだいぶなんか違う感じがしますよね。実は表紙がちょっと違うんですね。皆様が多分いつも聞かれてるのってと思うんですね。で私もこっちなんで、思わずこの楽譜を見た瞬間にね、あれスザンナってこんな曲だったっけって思ったわけなんですけど、でちょっと心配になってオリジナル譜を、探しました。オリジナル譜ペッペッと貼っておきます。オリジナル譜4分の2で正解です。なのでタララッタタララッタタなんですけども、クリスタルフルートの教則本を、ホール社さん、これを作ってる会社さんが出してくださってるわけなんですね。それの何ページやったかな、10ね、2ページにオースザンナが載ってるんですけど、今のね。で、次のページにちょっとまたがるんですけど、このオースザンナは4分の3になってるんですね。だからタティタタタってなってて、うーんっていう感じですよね。もうこの時点でワルツじゃないけど、なんか穏やかな感じがしますよね。で、じゃあまあこれはね、クリスタルフルートで吹くなんかちょっとね、なんか懐かしの思い出みたいな感じでこのメロディーはなんか奏でられるのかなと思ったりなんかしました。4分の3で捉えるのがねちょっとね難しいなと思ったりするんですけども、ついね4分の2でね、うちに生徒さんね、来られる生徒さんもクリスタルフルートでね、これ分かってるんだけど4分の2にだんだんなってきちゃうんですよね。やっぱり知ってる方がね耳で勝っちゃうのでね、なのでこの4分の3っていうのをあえてね楽しんでもらったらいいかなと思います。でこれね、フォスターさんが書いた、まあ、有名なオースザンナという曲なんですけれども、スザンナさんを連れてですね、家族でなんかアラバマからルイジアナまで、こう船で旅をしているという歌らしいんですよね。なので、まあなんか、まあ、みんなで家族でさ船に乗って出かけた。で、あ雨が降りそうな天気だな、あ雨が降ったらちょっと過ごしやすくなるかなと思ったら全然降らへんやないけっていうなんか、ね、歌詞がついてます。で、まあなんかね、旅はね辛いけど、まあ、船でずっと下っていくわけで狭い空間でね、まあ今の時代だったらねちょっとねいろいろ厳しいかもしれないんですけど、船の中でキュッとこうね密集してね、いろんな国の方がこう乗って旅をしていくわけですよね。なのでいっぺんこう川を下っていったら次の泊まるところまで基本的には水の上なので、揺れたりとか岩があって衝突しそうになったりとか結構命がけだったりとかするんですよね、昔の船旅ってね。そんな中で、持っていったものっていうのがバンジョーっていうね、これまた有名な楽器なんですけど、ご存知ですかね。私もアメリカに行った時にバンジョーで伴奏してもらったことがあってね、いいなと思ったんですが、全然話変わるんですけども、2年前にね、私北部地震でね、お家被災しちゃって、でそれで今のお家に越してきたんですけども、たまたま、斜め向かいがね、幸せなことにですね、以前ご一緒させていただいた、三味線とかね、民謡とかをされてる先生のご自宅なんですね。でお向かいがですね、バンジョーをご趣味でねされてる方がいらして、だからいつかね一緒にやろうねって言って、お庭とかでやりたいねって言ってて、でぜひやりたいですって言って言いながら、いろいろね引っ越してバタバタして落ち着いたと思ったら次はコロナでね、でなかなかね実現してないんですけども、うちの町内は、町内でカルチャーセンターができるぐらいちょっと行ったら日本舞踊の先生がいるのかな、なんかこの町内だけでカルチャーセンターできそうです。すごく楽しみなんですけど、で話はそれましたが、バンジョーってどんな楽器かっていうとですね、昔は羊の皮とか使ってたらしいんですけども、ドラムセットのスネアドラムって分かりますかね、アメリカンパトロールとかでこう叩くやつですね、あれの
トップのヘッドの部分をですね、パンってね、あのリムにつけた形になっていて、でそこにまあ4本から5本の、ね、弦をね張ってあって、でそれをピックで演奏するっていうね、あのいわゆるねギターみたいな、でもギターと形が違って、あのこのこういう形がねギターではあると思うんですけども、この女性らしいフォルムではなくって、ポーンっていうあの丸い形、まあいわゆるメタボ体型のやつですね、あのまん丸のお月様みたいな、まあ、ドラムのねあのヘッドの部分なので、それがついた形の、楽器なんです。で何とも言えないね、あの哀愁を帯びた、あのなんだろう、響きがするので、非常にバンジョーはこの曲に合ってるなと思うんですけども、そのバンジョーを持って船に乗り込んだと。で、あの、まあ、やっぱり旅する中でね、音楽は心の癒しになってたんでしょうね。でスザンナっていう子に、まあ、泣くなって言ってるわけなんですけど、スザンナってじゃあ一体誰やねんって話なんですけど、多分おそらくホスターの亡くなったお姉さんの名前がスザンナだから、そのあたりから取ったんじゃないかと言われてます。ホスターの、ね、お姉さんの、ミドルネームがスザンナなのかな、うん、あの本当の名前はシャーロットっていうらしいんですけどね、ミドルネームがスザンナだそうです。なのでね、まあ、この歌詞いろいろとこうずっと続いていくんですよ、まあ、旅は大変で死ぬような目にあった、夢であのこんなことがあったとかね、いろいろと歌っていくんですけども、それをなんか多分なんかそのなんだろう、辛いことを楽しく感じるように、なんだろう、日本の労働歌もそうなんですよね、あの弱みの歌とかもそうですし、あの苦しい労働をこう歌でね紛らわそうとするっていうことが昔からね、こう文化の中で人々の生活の中であったんですけども、それがこの曲にも生かされていて、まあ泣くなスザンナ、バンジョーを持って今はふるさと出たばっかりじゃないか、旅はこれからだよっていうふうに歌ってるんだけど、それをこの音楽をつけて明るく歌っていくと、なんかあよし頑張ろうって思うわけですよね。これがね、あの私たちとかね皆様のね応援歌になればいいなと思っています。とりあえずね、あのクリスタルフルートの教本ってあの前もちらって話したいんですけど、いろいろとあのね前話した時には、多分データ持ってる人はこの最初の音でつまずくよねって話とか、オリジナルの指だと音程が怪しいよねとかいろんな話をしてましたけど、で他にもあの報道者さんから出てる楽譜でこれどうやって吹くのって言われるのがいくつかあるので、またね取り上げていけたらと思うんですけど、オース旦那もねあの声やマイクがあって、でその後聖者の更新があって、ここら辺まではなんとかなるんだろうけど、その次にオースザンナが出てくるんですけど、オースザンナでおーびっくりっていう感じになるわけですね。表紙が違うと随分曲の印象も違ったりとか、一拍目を感じてるのがそもそもタララッタタララッタタラって私たちは思ってるんだけど、タラレなのでタが一拍目になるっていう時点で、あれこんな曲だったっけってなると思うんですね。なので元のモチーフを使ってちょっとなんか悪そうというか懐かしむような気持ちでこう吹く感じのちょっとゆったりめにしてもいいのかなと思ったりします。もちろんねオリジナルに変えたいという方は、5000本で持ってきていただいて自分でねクリスタルフルート用にね変えちゃったらいいかなと思います。ちなみに私さっきのやつはもう書いてなくてあの適当に変えちゃってるんですけどもね、あのなんだろう、知ってる曲でクリスタルフルートで吹ける曲もたくさんあるし、このようにホールシャさんの、教本を使ってね勉強していくようでしたらば、あのホールシャさんがあえてなんか表紙を変えたりとか、まあ調はねどうでもいいんですけども、そうですね、表紙、あと、まあ、リズムを変えたりとかしてるところがあるので、そのあたりはせっかくなので、元のオリジナルの楽譜をよく読んでいただいてですね、本当はこうだけどでも私はこうするっていうんだったら下にね違うリズムを変えてみたりとか、全く表紙が今回のように4分の3と4分の1じゃね全然違うので、まあ、変えてみようと思われる方は4分の2に変えたものを自分でね変えてみるのも勉強だったりします。よくねあのルネサンスとかでもそうなんですけど、私たちも、楽譜がね、ややこしい時とか、まあ、自分の勉強のためにあえて軽量起譜で書いてみるとかそういうことするんですよね。モダン譜を軽量に起こしたりとかね。でそういうのをするともう一つ自分の中でね理解度が深まったりとかこう噛み砕くことができるので、時間のある方はぜひ4分の2にも書き換えて、このオースザンナはクリスタルフルートで練習してみていただいたらいいんじゃないかなと思います。それでは皆様、またね。